芝の内回り 1400m 線疾走は15頭です。前半戦は雲の色が白かった阪神競馬場ですが、1分ごとに黒い雲が作業コーナーの方向からどんどんと増えてきまして、もう競馬場の上空は暗い色の方向の雲が多くなっています。出走馬15頭、最後15番のネイキッドポップと13番のアフィックスがゲームを出してしまいました。軽快に軽快に逃げていく。カットった。まあ13番、まあまあ相手にじゃけ、まあ、あれなんだけど、ただ俺パドックでよく見えてきて、この3連単を買っとったんだけど、これはまず変換して、馬体検査して異常なかったら出走、ただもう疲れてたら無理だと思った。あれ誰も関係誰か後ろから追いかけんやね、走って。